森田康介は、日本の物理学者。学位は博士。九州大学大学院理学研究院教授、国立研究開発法人理科学研究所、西中速期研究センター長重元素、研究グループディレクター。また、これまでに独立行政法人理科学、研究所サイクロトロン研究室専任研究院、独立行政法人理科学研究所、 西名センター森田超重元素研究室準主任、研究員などを歴任している。2016年6月9日、理科学研究所、西名加速器研究センターにて、実験学物理学を専門とする日本の物理学者で、ある。1957年生まれ、北九州市若松区出身。理科学研究所にて、サイクロトロン研究室の研究員補、研究員、 専任研究員を経て、西名センターの森田超重元素研究室にて、準就任研究員を務めた。その後、九州大学に移り、大学院に設置された、理学研究院にて教授に就任した。なお、理科学研究所においては、西名家族機研究センターの超重元素研究グループのディレクターを非常勤で兼任している。同研究グループのリーダーとして、百十三番元素、 ニホニウムを発見。113番元素の合成実験は2012年10月1日で終了し、現在は119番元素の発見を目指している。2016年12月1日、113番元素の名称正式決定を受けた記者会見にて2016年12月1日、福岡県福岡市にて理科学研究所理事長、 松本博士、西中速機研究センターセンター長園値ひ秀と、超重元素分析装置、チームリーダー森本浩二と2016年6月9日、理科学研究所、西中速機研究センターにて、文部科学大臣、長谷博士と加速機を用いて、高速の10%まで加速させた、質量数70の亜鉛 70ZN を質量数 209? のビスマス209倍に衝突させることで、当時は未発見だった113番元素を合成するという実験を行い、2004年7月23日に理科学研究所研究員の森本浩二と共に、その実験結果の初期解析を行った結果、生成物が113番元素そのものであることが判明した。この結果は同年七月三十日付の論文として執筆され、 同年9月28日に発表された。2005年4月2日には2個目の113番元素の合成に成功したものの、まだ観測数が少ないことや、前回と合わせて2回とも2種類ある113番元素の崩壊経路のうちの1種類しか観測されていないことに加え、崩壊経路のうち質量数266のボリューム266バイト1は発見報告が、 一例しかなく、元素の発見の確定要素となる基地の原子核に到達したとは言えないことから、命名権につながる発見の優先権の獲得には至らなかった。その後、この棄却理由に反論するために、森田らは2008年から2009年にかけて、自分たちの手で266バイト1の構成に乗り出し、その合成に成功した。そして、 2012年8月12日に東京理科大学大学院生の住田隆之と共に実験結果の初期解析を行った結果、同年8月18日に3個目の113番元素の合成を新たな崩壊経路で確認することができた。この結果は同年8月29日付の論文として執筆され、同年9月27日に発表された。 2015年12月31日には113番元素の命名権を IUPAC より正式に認められ、2016年3月18日に名称原案を IUPAC に提出し、同年6月8日に名称案がニホニウムであることが発表された。同年11月30日に IUPAC よりニホニウムが同元素の正式名称として認定され、 論文は現在 IUPAG の審査報告を待っている状況である。113番元素の合成研究にまつわる話として初詣の再選を113円にしていたというエピソードがある。森田は日本に生むの名称案が公表されて2日後の2016年6月10日、自身が教授を務める九州大学の糸キャンパスで記者会見を行った。その中で 113番元素の合成実験に着手した2003年以降、神社の祭選では113円を奉納し続けたほか、新潟への出張の際には、国道113号を通り、新幹線ののぞみ113号に乗車した際にはその後に、同僚全員の切符を回収し保管するなど、IUPAC により、森田のチームが113番元素の発見者であると、 認定されるまでの13年間、113にまつわる原価継ぎをしたエピソードを明かしている。なお、この会見で、森田は119番元素や120番元素の発見を目指して、神社の再選を今は119円や120円にしていると述べている。また、1988年8月フィンランドにて、同様の研究を行っていたバリ教授に、 実験のアドバイスをもらったと言われている。ありがとうございます。